まずはゼッケンナンバー18番をつけますチームレゴリス今井隼人がボールポジションからのスタート。前回からのシリーズ参戦となりました今井隼人、その前回第5戦では見事ポールキーウィンドを飾っております。2戦連続ポールキーウィンドなのでしょうか。アウト側2番手スタートにはゼッケン14番の武田敦史、3番手スタートにはランキングリーダーの夏目湊斗、4番手からは川崎光、5番手にはジュニアクラスの酒井瀬名、6番手スタートには今井正義、7番手黒柳仁志、そして8番手からゼッケン24番の久野正史という8台。備えて発電機を注文したものの台風が通り過ぎた今日ようやく届いて、ご満月久野正史がサイコールからのスタートを迎えていきます。朝届いて早速新しいおもちゃが手に入って大喜びをしていました久野正史。ストレート8台隊列を整えます。フロントロー今井隼人、武田敦史、さあこの2台がホームストレート白線誘導ラインに入ってくる。さあスタートを切ることができるでしょうか。今ブラックアウト、スタートが切られていく。コーナーホールショットはポールスタートの早田がキープ、そして湊が2番手と上がってきました。2番手に上がる。さらには酒井瀬名もポジションを上げてきたでしょうか。アウトスタート武田が遅れて現在4番手、川崎がその後ろ5番手です。さあ高壺の折り返し、ここでは3番手が入れ替わっていた。いやここはまだ酒井瀬名もインサイドをキープしている。3番手キープ。絶好調今井隼人がまずはオープニングラップリーダーで帰ってくる。さあしかし後ろからはランキングリーダーの久野湊斗がスターティングポジションから1つ上げて早くに襲いかかってきます。ようやく3番手は酒井をかわして武田が上がってきました。6番武田敦史が3番手、酒井が4番手で川崎5番手、6番手に今井正義、7番手の黒柳、8番手久野と、また1台もかけることなくレースが2周目に入りました。さあバックストレート、ここで今井正義が川崎をかわして1つポジションを上げてきました。トップを行く息子にも負けない走り。さあ今井正義、続いては4番手の酒井瀬名をターゲットに狙っていきます。さあ3周目に入って徐々にトップ早手が後ろ湊を引き離し始めました。コントロールライン通過地点ではコンマ6秒というギャップでしたが、さあその湊が今11コーナー、ここで武田にもかわされてポジションを落としていきます。さあこれで再び戻ってきてコントロールライン通過時点、2番手に対して1秒後のリードを築いてきました。トップの今井隼人ファーストスラップ5秒480をマーク。2番手武田のペースが5秒9というあたりですので、こんな5秒ほど速いペースで逃げていきます。2番手武田、3番手湊、その後ろから酒井が再び迫ってくる。さあ高津との折り返しが、ここはうまく湊も守っていく。さあしかし湊が
この4大パックリーダーになっていますが、少し苦しい展開か、思うようにペースが上がってこないか。今日はレースを始めてから初パパメカニックがおりません。パパがいない、いつものメカニックがいない展開で港が苦しんでいます。今川崎にも5コーナー飛び込まれましたが、なんとか港をポジションキープ。今井はやて、2番手武田が単独走行、3番手に上がってきたのは今井正義。さあパパも3番手までポジションを上げてきました。後ろ坂井瀬那、夏目湊斗、川崎光を従えながらの3番手集団リーダー、徐々にベテラン武田の後ろにも近づいてきます。しかしその正義に対して小坪折り返し、坂井が飛び込んでいく。さあ立ち上がりは岩に横並び、11コーナーアウトから坂井がかぶせてきました。3番手入れ替わります。これで残りは2周に入った今井はやて、2番手武田、3番手に瀬名、5番手湊、6番手の川崎と続いていく。ブルート対決は黒柳タイプの、この後戻ってこればファイナルラップ。さあ2戦連続のまずはポール獲得に向けて後続を引き離しました。トップの今井はやて、その早手が今ファイナルラップに入る。2番手には武田篤、そして3番手の坂井瀬那、4番手夏目湊、5番手の今井正義、6番手川崎光。ファイナルラップに入ってくる中、今井正義がランキングリーダー夏目湊の背中に近づいてこようというところ。3番手争いの4大パック、折り返してきますが、ここまではポジションの入れ替わりはありません。まずは無駄げなく2戦連続のポール獲得となりました今井はやてがトップチェッカー、2番手の武田篤、3番手は坂井瀬那が守ります。4番手の夏目湊斗、5番手今井正義、6番手の川崎光、7番手に黒柳仁、1番手久保雅史と1台がチェッカーを迎えました。エクスサーキーの予選フィート終了です。